天竺熱風録は田中義樹による歴史小説。小説を原作として伊藤勢によって漫画化されており、こちらも本校で取り扱う。中国から天竺へ3回にわたり外交施設として渡航した実在の人物、王原作が行った上岸21年からの2回目の天竺域を主題とした小説。王原作をはじめ、 登場人物は、旧登場や、新登場といった司書の中に名前を乱すことはできるが、詳細は記述されておらず、人となりなどは、田中の創作によるところが大きい。後書きで、田中が述べているところによれば、講談を義した文体を、地の文に採用しており、各章の終わりなどは、次回をお読みくださいといったような文になっている。これは、 中国の民や清時代の紹介小説の体であり、現代日本語に翻訳した文体を模したものとなっている。伊藤勢の作画で漫画版がヤングアニマールに2016年18号から2019年12号まで全50話連載。連載第1回の扉絵キャッチコピーはこんな人物が本当にいたのか。上岸21年、当朝の第二大皇帝の命を受け、 王原作を制止に、少子一志を副祉とした、県天塾施設が出発した。ト晩、ドロバーラを経て、マカダへ入った一行だったが、当に施設を送ってきた、海日王、ハルシャバルダナは、すでに亡くなっており、ティラブクティオーアルジュナが王位を散脱していた。アルジュナー兵を出して、一行を捕らえてしまう。王原作と少子一志は部下を牢に残し脱獄すると、 ドロバーライト援軍を求めた。ドロバーラのアムシュバルマン王は、自身の思惑もあって、王原作に、ドロバーラ騎兵7000を授ける。別件でドロバーラに派兵されていた、トバン兵1200もこれに加わる。王原作と少子としは、ドロバーラ騎兵、トバン兵の力を借り、7万のマカダ兵を破り、アルジュナとその妻子を捉えた。マカダアナングプジャリ漫画版に登場する。 隠密、暗殺集団。もともとはアーリア人に支配される以前の信仰が混合した三種集団だったが、一部のバラモン勢力と繋がり暗殺などを行うようになった。特殊な薬物や禁止婚を繰り返した影響をで常、ね、ならざる、容姿と能力を持つ者たちも存在する。天竺その他、ありがとうございます。